何かな、どこ行くの。今日皆さん突撃企画です。行きましょう行きましょう。じゃあ今日は何の日かな。今日は社長の自己紹介デーです。イエーイ。日本全国が待ってます。お願いします。ということでね、社長、はい、今日は視聴者の皆さんから社長についての質問がすっごいいっぱい溜まってるから、それをまとめてきたので、一回さ、自己紹介改めてしてみたらどうかなと。できますか、自己紹介。あんざらでもないよ。嬉しいですね、興味持ってもらえて。 My introduce だね。 Your introduce です。じゃあ皆さんの質問をちょっと抜粋させていただいたので、その何個かしていきますね。では、ちゃちゃっとお願いします。いきますよ。社長の座右の銘は。損得より善悪。自分を漢字一文字で表す。死の。刃の刃に心だよ。その心は。刀心があるってことだ。忍びながらでも攻めてる。こういう感じ。怖いね。好きな色は。モスグリーン。なんていうのあったとしてカーキ。カーキ。昔はモスグリーン。休みの日は何をしていますか。 YouTube。 何を見るんですか。お笑いでしょ。お笑い。よく見るテレビ番組はお笑いでしょ。お笑いと、あと NHK のなんかああいうすげえドキュメンタリー。おー、いいね。宇宙人が出てくると絶対見ますもん。好きなおにぎりの具は。今は明太子。ほう、通風だよ。だから、だからガブッといガブッといきたいよ。好きな女性のタイプは。皆さんご存知かどうか分かりませんけど、山口百恵。はあ、もう人の名前で言うんだね、タイプを。ああ、そうだ、ね、別にいいけど。じゃあさっちゃん、うちの母ね、ママの一番好きなところはどこですか。まあ、気が利くところ。じゃあさっちゃんとの新婚旅行先は。ニューカレドニア。さっちゃんとの馴れ初めは。友人の紹介で。なりそめて、いや、友人の紹介。大恋愛ですか。小恋愛ですか。中恋愛ですか。うん、どうだ、まあ、普通じゃない。出てます。どっちから告白しましたか。終わったかな。俺だろ、俺だろ。まあ、僕です。さっちゃん、可愛かったですか。はい。綺麗でしたか。はい。僕はあの、ポニーテールが好きなんで、うん、ポニーテール。彼女はポニーテール、まあ、バッとしとったからね。今もうこんだけしかない感じ。まさかそこまで行くとはね、あのファンキーになるとはつい知らずで、まあまあまたいずれ出るでしょうけど。出てくるといいね。みんな想像しちゃうね、どんな感じ。かなちゃんはどんな子供でしたか。活発。印象に残ってるエピソード。保育園にお姉ちゃんが運動会で行った時に家族で応援に行きました、うん。呼んでもいないのにカナミは一人、グラウンドに出て行ってしまいましたと。じゃあ朝ちゃんはどんな子供でしたか。泣き虫だったかな。印象は泣き虫で可愛い子だったかな。おとなしい子だよね。意外と静かな子だったかな。朝ちゃんの尊敬するところ。しっかりしてて、何やるにしてもやっぱり筋が通ってて、意外と負けず嫌いなところと、応用力と物を見る角度がまたちょっと僕と違って、すごいとこ見てるかなと思うと、美しいなと思うし、ただボーリング下手、ボーリング見るとあの今尊敬するところの話ですんでね。社長が求める娘の結婚相手の条件、一つ。お互いがその愛し合ってるか好きだったら、それが一番かなと思う。でも本音の第一条件は。ゼリーですか。一番好きなお酒は。僕はあのハイボールを今結構あの飲まさせていただいております。じゃあ社長の嫌いな食べ物ってありますか。強いて言えばかぼちゃ。嫌いな魚はありますか。まあ、やっぱちっちゃいカニかな、こっち。サワガニ。サワガニ。お寿司で一番好きなネタは何ですか。アナゴか。うぃー、煮アナゴ、焼きアナゴ、トロタク。社長のカラオケのお箱は。で、まあ、ずっと矢沢が好きだったんだけど、うん、今はね、カラオケとなると、うん、やっぱり浅草キッドだね。
お、じゃあワンフレーズお願いします。お前と会った中店の煮込みしかないクジラ屋で、いいっすか、十分ですか。あとは入りますよ。これだけは譲れないこだわりありますか。あんまりないんだよね、俺そのこだわりってないんだよね。なんかあると思う。あのね、社長が持ってるね、すっごい汚い発注用のバインダーがあるんだけど、あれはこだわってる。ずっと使ってるもんね。が30年ぐらい使ってる。大切にするわけでもないんだけど、あんまほからない。この下の辺のところに1センチ、2センチ、3センチ、4センチ、5センチ、6センチ、あ、15センチみたいな、うん、昔お客さんが、大体20センチぐらいの魚を買ってくれる、うん、で大体まあ自分の手のひらでやるんだけど、あれでこうパシッと合わせると、あ、20センチ、いや物差し代わりにも使っていた。なるほどね。無人島に行くなら何を持っていきますか。お金。無人島なのに最後はお金でしょ。誰から何を買うの。いや、わかんないけど、例えば海賊が来てお金でなんとかなる時がある。じゃあ娘たちに言いたいこと。いや、よく頑張ってくれてるんで、本当に彼女はもう結婚して、それでもやっぱり仕事もやっぱり楽しんでやってもらいたいなと思いますし、お姉ちゃんお姉ちゃんでね、今の仕事より一層ワンランク上のところまでどんどん伸びていってもらいたいなと思います。幸せな人生を歩んでいただける。姉妹仲良く頑張ります。そうですね、支え合って、はい、地球の最後の日は何をしたいですか。食う、食べる。好きなもの、何食べますか。なんか魚を料理して食べる。自分で、うん、と思う。孫のマヒちゃんと。ああ、もうそんなこと言ったらやばいだろそれ。初めてさばいた魚は何ですか。イカ。社長がまだ食べたことない魚ってありますか。いや、いっぱいあると思うよ。だってこの間のあらだってみんな知らなかったしね。でも食べてない魚って山ほどあると思うよ。今まで一番大変だった仕事は何ですか。ことできちゃって、まあ資金繰りかな。コロナ、今回のコロナはね、国の方から結構こう柔らかくね、支援してもらってるんで、やっぱりその以前だよね、まあ結構大変な時やってました。じゃあ YouTube 魚屋の森さんで一番思い出に残ってる動画を上げるとしたら一つ。私が作った冬の兼六園のサンマです。サンマの回か。皆さんにこう誰が優勝かみたいな、長女と次女と俺とでやったんですけど、僕は1位だと思うんですけど、未だにあれが疑惑の1位のままなんで。なんでカナが一番ダントツうまかったじゃん。いやいや、コメント見た時俺が一番分かってる。それは自分のコメントしか目に入ってないから、ね、だからさ、そうかもしれない。そうそう、だから一回ここでもう一度もし暇なことがあったらカウントして投票する。見ていただいて僕の名作を見ていただければ。そうしたら納得すると思う。小の字書いて、その方にはちょっと僕からあれキープが、キープじゃなくてあれあげる、自慢のラインおお。生まれ変わるなら何になりたいですか。もう一回人間やって楽しいんで、もう一回人間。おお。じゃあ10年後の夢は何ですか。10年後って社長71歳だよ。俺はその71になっても75の時にこういうことしたいっていうふうに思えるような生き方をするのが自分の夢っていうか、うん、かっこいいね。じゃあ最後の質問です。魚屋になりたい人に一言お願いします。魚屋ってやっぱりいろいろあるんでね、例えば魚の加工する人もおれば、うん、仲買いして商品として、売買するだけの人もいるし、また僕らのように魚を調理したりして、振る舞って利益を上げるところもあるし、いろいろあるんだけども、魚ってやっぱり日本人にとってみて非常に大切な贈り物だと思うんだよね。世界から比べたら小さな国土ですけども、海域を含めると日本、世界でも何番目、上から5番とか6番とかっていうぐらいの大きい国になるわけですよ。そこにいる魚を取り扱えるんだから、世界的に見ても日本人が魚屋やるっていうのは非常に僕はかっこいいかなと思うし、またやっていただきたいことと、
多分世界に類を見ないぐらい魚料理の知識だとか、それから美味しい食べ方だとか技法だとか、ね、たくさん持ってるんで、とにかく魚屋にやりたいなと思えばすごく奥が深くて、やりようによってはいろんなことができる業界でもあるので、ぜひね志していただきたいと思います。非常に夢のある業界だと僕思うし、まだまだこれからぐんぐん成長していく分野でもあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。もし何かあったら一言声かけてくださいね。片上翔店、ね、出てないけどね。はい、ということで、ね、今日は突撃社長に自己紹介をしてもらおうの日でした。結構ね、前々からね、社長のなんかもう本当もっといろいろあるんだよ。社長の滑らない話を聞きたいとかいろいろあったんだけど。ございますよ。それはね、またご要望があれば。社長、言い残したことないですか？あ、ございません。まあこれからも長いお付き合いをしていただければ、端々に僕の人間像がまたちょっとあからさまになると思いますので、飽きずに、また諦めずに続けてみていただければありがたいと思います。長いお付き合いをお願いします。72までお願いします。72まで、はい、10年ということで、今日は魚屋の森と魚屋の森2、違う、魚屋の森1かでお送りしました。歌い残しもないですか？ええ、大丈夫です。はい、締めに1曲お願いします。お別れソングを1曲、矢沢で。また今度テレちゃんお願いします。じゃあケンさんやってください。ケンさんの振り返りでさよならしてもらっていいですか？じゃあバイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。お時間があればこちらの動画もおすすめです。それではまた見てくださいね。バイバーイ。